どうも、こんにちは。いつもながら可愛いことで有名な徳島現代史協会の静葉ちゃんです。いや、もう毎日できるだけ動画を作ろうと思いつつね、なかなか体調やら精神状態のせいでできないんですよね。頭のてっぺんから足の先までもう全部病気だらけなんでね、私。まあ、死ぬような病気は今のところはないんだけれども、その病気が原因で自殺する人は結構いるというね。まあ、そういうふうな難儀な病気にかかっております。さて、それはともかくですね、私自身は筆記具に関しては、実用目的の筆記具をある程度持ち合わせておりましてですね、一方でコレクション目的の筆記具はまあ持っていないのかなっていうところなんですけれども、このね、筆記具に関しても、まあある程度こだわりを持ってます。ただ、このこだわりっていうのは、あくまでも、実用目的ですね。そのコレクションをするわけではなく、自分が必ず使うための筆記具というのを持っています。それで、まあもちろん値段の高いものもね、まあいくつか持ってはいるんですけれども、そのあたりの話を今回やってみようかと。そういうわけです。で、値段の高い筆記具って言われたら、いわゆる高級な筆記具、まあ万年筆なんか特にそうですね。そういうものいっぱいあるんですよ。ところがね、そんな高い万年筆も、それから値段の手頃な万年筆。まあこの前動画でプレピーなっていうね、こういう、プレピーっていうその万年筆。まあ、だいぶ前に紹介させていただいたんですけれどもね。これが私が持っている一番値段の安い万年筆になります。それから、これが私が持っている一番高い万年筆。パーカーディフォルトですね。まあ、今でも定価は5万円前後で買えると思うんですけれども。これね、200円です。200円と5万円前後って考えてほしいんですけれども、ね、そのものは。でも、同じ万年筆なんですよ。そして、書くという目的そのものは全く一緒なんです。じゃあ、なんでこんな高いものを持ってるか。しかも私自身は、パーカーディフォールドよりも、こっちの200円のプレピーの方が書き味がいいんじゃないかとさえ言ってるんですよね。で、このあたりがね、おそらく高い万年筆ってね、ごめんなさい。高い万年筆だけじゃなくて、いろいろと高級なボールペンやらを買ってる人たち、買って、るものとね、それとそうしたものに馴染みのない人にはあんまりピンとこないと思うんですよ。このあたりね、説明しようと思ったら非常に簡単な例えでできます。例えば、ここは徳島です。徳島からお隣の香川に行くまで、車で行こうとします。どんな車で行きます？どんな車でもいいんですよ。普通の自家用車。まあ、車の自身の知識全然ないんですけれどもね。いわゆるセダン車でも構わないし、ワゴンでも構わない。それから軽トラでもいいわけ。まあ、フェラーリとか、それからベンツでも別にいいわけです。どんな乗り物を使っても、徳島から香川に行くっていう目的そのものは変わらないんですね、これが。じゃあ、なんでその車を使うんですかっていうことになるんです。別に目的は一緒なんですよ。徳島から香川まで行くっていう、その車で移動するっていうことに関してはね。だから、どんな車に乗って行こうが構わないわけじゃないですか。でも中には、車にこだわりを持ってる人がいて、まあ、今持ってる自家用車、それは、自家用車の選び方ですか。それも、軽トラでも構わない、軽トラで十分じゃないかっていうふうに思ってる人もいれば、自分はベンツでなきゃいけないとか、そういうふうに考える人がいるわけですね。でも、繰り返しますが、徳島から香川まで行くっていう目的そのものは一緒なんです。同じなんですよ、結果。運転して、車を運転して、徳島から香川まで行く。どの車に乗っても、結果は同じなんです。無論乗り心地とかそんなのはいろいろありますよ。ありますけれども、全く同じ、目的にもかかわらず、車が違うわけですよ。でも結果的に着けばいいんです。徳島から香川の方にね。これがね、筆記具でも同じことが言えるんですよ。シャーペンだろうが鉛筆だろうが、それからボールペンだろうが万年筆だろうが、基本的に書くという目的そのものは一緒なんです。つまり、値段の高いね、こんな何万円もする万年筆って書かなくても、普通に売ってる100円のボールペンでも十分書けるじゃないですか。
書くという目的は同じなんです。そして書いたその、筆記ですね。確かにインクの質やらはそれぞれありますけれども、でも書くという目的そのものは一緒で、書いてしまえば結局変わらないわけなんです。でもなんでそんな高いものを使うかっていうと、結局のところ先ほど申した車の選び方と一緒。つまり、その人にとって一番いい車の選択をしている。一番いい筆記具の選択をしているっていう、それに過ぎないんです。こういうものを使うのはね。だからね、私自身がペンのことを進めるときには、特に万年筆についてはですね、金ペンの良さ、つまり値段の高くなってしまう万年筆の良さっていうのももちろんわかっていますけれども、同じように値段が手頃な万年筆、これとか、あと、ラニーサファリですね。これなんかもう、ほんと20年ぐらい使ってますよ、この万年筆1本。値段だって3500円で買えるのに。でもこれ、全部同じ万年筆ですわ。そうでしょ？でも値段の良し悪しもあるけれども、その書き味の質、つまり持った感覚、それからペン先の感覚で書いた後のインクの感じ、そういうものが微妙に違うんですね。でも書くという結果は同じです。他にも極端な例を挙げるとですね、これパーカーディフォールドと同じくボールペンです。これはだいたい今でも3万から4万ぐらいかな。値段から言うとね。で、この中身っていうのは、ボールペンの中身っていうのは基本的に芯の交換で、いくらでも変えることができる。つまり、ペン先そのものは芯についているもんだから、一番大切なのは、このボールペン本体じゃなくて、この中身なんですよ。そして言うんであれば、本来であれば、これはパーカー製のボールペンですので、パーカーの純正のリフィルを使うのが筋なんですけれども、中に入っているのは、日本のオートっていう会社が作っている、ボールペンリフィルです。これ1本80円ですわ。で、パーカー純正のボールペンリフィルであれば、1本あたりだいたい800円します。値段が10倍差があるんですよ。で、ここからが奇妙な話だよね。パーカーの、純正、あるいはパーカーの互換のリフィルっていうのは海外製でもいろいろあるんです。パーカー、それから、ペリカン、モンブラン、ファーバーカステル、それから、ステッドラーですね。あとも中国でも、リーガルとか、それから、上海ヒーローとかも作ってるみたいですけれども、こういうふうなね、海外製の、ボールペンの中身、結構値段するんですよ。1本600円以上はします。最低でもね。でも、それよりも、1本80円のボールペンの中身があって、しかも、この1本80円のボールペンのリフィル、書き味が今まで試したどのボールペンよりもいいんですよ。パーカー互換リフィルの中ではね。となると、わざわざ800円のボールペンリフィルを使わなくても、80円のオート製のリフィル、これを使いません？これが機能性の選択の、一つなんです。とまあ、そんな感じでですね、別にわざわざ高いものを買う必要はないし、高いからといっていいってわけでもないんです。車に限らずこういうふうな、筆記具に関してはね。だから、機能性を追求するのであれば、そうやって性能差、しかも万年筆っていうのも、一応機械ではあるんだけれども、一つのね。要するに、いろんなパーツが組み合わせた機械ではあるんだけれども、それについても良し悪しっていうのはちゃんとあるし、それから、物の良さ、それから使いやすさ、その人にとっての使いやすさっていうのがちゃんとあります。ですので、こういうふうな道具選びっていうのが必要になってくるから、あえて値段の高いね、筆記具を使う必要だって出てくるというね、まあ、そういうふうなことが言えるわけです。でもまあ、このあたりはね、やっぱり、車が好きな人だったら、車の価値はわかるだろうけれども、同じく筆記具が好きな人でなかったら、その筆記具の価値っていうのはなかなかわからないのかもしれませんね。まあ、このあたりは価値観の相違っていうところでしょうか。まあ、ということで、静橋さんでした。今日は結構長い話になっちゃったね。